はい、3。そういうことでね、人間っていうのは無能で、とにかく宇宙生物に簡単に動かされるんで、人殺しも簡単にするわけですよ。その動かされるんでね。で、全然意味ないんですよ。で、私が説明した通り、地球と太陽は生まれる前に私はね、本物貴族、浜岩先生はね、スターゲートで出てくる石棺という、ね、医療用、完璧な医療用装置を CADJP 内。発明しましたね。で、宇宙戦争でね、殺されて、私が一回ら、また病院ですね、完璧な病院装置、石棺上にに、あれ。入れなくて、壊されたんで入れなくて死んじゃったんですね。それで地球と太陽を育てて、またそこで一番ね、動きがいいような生物にからね、出発してね、知能を高めてるわけですね。戻してるわけですね。高めてるんです。戻してるんです。私もまだ人間全員ぐらいの頭しかないですから、で、人間以上のもの、頭、知能を発明すると、危険なんで、いろんな種目がありますでしょ。それを全部今覚えてたところですね。この年までにね。科学とか歴史とか全部ね。まあ、人間の歴史は全部嘘っぱち、自分の利益のために作り事が多いんでね。歴史はほとんど偽造ですね。だから勉強しない方がいいですね。で、自分たち都合のね、歴史で合わせて作ってやってます。で、とにかく私の方の話では、人間というのは意味なくて、宇宙生物が作る、人間より頭のいい宇宙生物が作ってる人工知能で簡単に動くと。人間よりか頭いいんで、人工知能の頭いいんでね。で、簡単に動かしたいときは単純人工知能で動かすわけですね。で、それだと人間は、これはなんか変だなということ、頭悪いなと思って動かないわけですね。そうすると、さらにはちょっと利口な、ね、人工知能になるわけですね。で、その宇宙生物までは絶対届かないですね。全然いかない、知能差が違いすぎてね、人間は勝てないんで、全部人工知能で対応できるわけですよ。騙すわけじゃないけどね。だから人間って、機械よりかひどいんですね。頭悪いんですね。機械よりか頭悪いんですよ、人間って。で、それでね、私も知能を上げたいんだけどもね、私一人でね、人間は大学も博士号も卒業しても、テレパシーでカンニングして卒業して、一人で勉強はできてないんです。だから義務教育も卒業できてる人誰もいないんですけど、私の場合は一人で全部覚えてるんで、全部卒業終えてるんですけども、人間のね、いろんな学科がありますでしょ。それ全部覚えない、人間から生まれてるんで、私自身前殺されたんでね。で、全部覚えてるわけですね。で、危ないから、今ある発明とか技術ね、人間に覚えさせた、また自然に流れた内容全部ね、覚えて、それで、ね、
少しずつ進化していくしかないんですね。ないもの、今ないもの、人間たちでね、考えられてないもの以上になると、悪用、危ないんですね。だからいろいろ出てくるでしょ。100億人もいるし、バックにもいますから、情報、宇宙生物から情報を教わったりもしてますから。人間というか頭のいいね。で、そういうことでね、人間は無能なんですね。で、危ないんですね。敵である宇宙生物に動かして私を殺そうと動かしますから、簡単に動きますから、人間はね。で、人間自身もそうやって、なくともこっちは敵だと思ってますから、ね、やっていくんですね。やっぱり殺しに来るわけです。だから、抑えなければね、何でも死刑ですね。人間たちの考えでもね。例えば、交通違反で間違っただけでね、何も、跳ねてなくても死刑ということになりますから。ちょっとしたミスでもね、人間の裁判はする。何でもそうですね。で、人間の国家試験でも全部 100% 何でも合格しませんから、自分で上の生物なんで力かけてね、人間の一般的な勉強は全部ということで勉強してるわけですね。一緒に流れて、一緒に昔は一緒にその勉強したんですね。人間はカンニングでね、テレパシーでやって、私だけは自分で動いて、ということですね。まあ、